アロイス・フェルデナント・ハルドリチカの初代キレーターになり、アメリカ系出人類学史を発刊した。彼の出版した雑誌は1942年29巻にまで達した。ハルドリチカは頭蓋骨の実験に関わっていた。彼は自分の仲間が海外で研究するのを講演し、1930年に彼の仲間の探検家でもあるインドゥリッシュマティエカが設立した。 生まれ故郷であるプラハの人類学研究所に寄付をしていた。後に、この研究所の名前は、ハルドリチカの名前をとって解明された。アメリカ合衆国、第32代大統領である、フランクリン・デラノ・ルーズベルトは、当時スミソニアン博物館の研究者であった、ハルドリチカに、日本人はなぜ邪悪なのかを研究させ、日本人の頭蓋骨は、我々のより約2000年。 発達が遅れているという見解を紹介した。1896年8月6日、ハルドリチカはドイツ系アメリカ人のマリー・ストリクラーと結婚した。彼は1892年から彼女に求愛していた。マリーは1855年にマンハッタンに移住したフィリップ・ジェイコブ・ストリクラーの娘であり、バイエルン州遺伝公弁の出身であった。マリーは1918年に 糖尿病の合併症が原因で死亡した。1920年の夏、ハルドリチカは、ドイツ系アメリカ人のウィルヘルミーナ・ミーナ、マンスフィールドと再婚した。ありがとうございます。